どうも、チョロです。ポケゴの PVP の動画を上げております。今回ですね、チリン・ネンドール・オーベムっていうパーティーで、エスパーカップ潜っていこうと思います。もう最終日なんですけれども、このパーティーね、めちゃくちゃ強いんでね、なんだ、最終日にスパッとかけたい人はね、ぜひ使っていただけたらなと思うんですけれども、まあ、一戦目がね、なんだ、ガラル・ヤドランか。で、ネンドールに引いてきて、これまあ一発受けられるんで、受けていって、で、シャドーボールってね、シールド剥がしていく感じですね。で、なんだ、ガラルのやつはね、ガラルヤドランは、ネンドールで見れるんで、ここでシール剥がしていけば全然いけますね。と思ったら、これあれですね、サイコショック打ちましたね。これどうだったんだろうなぁ。まあ、張ってくる場面なんで、まあ、もう一発サイコショック打てるかなってことでやっていったんですけど、打てなかったですね。ちゃんと同発取ってればあれだったか、打てたか、ちょっと失敗しましたね。うん。まあ、でも同発だと相手張ってこない可能性もあったんだよな、回数的にどうだったのかな。うん。で、まあ、オーベンも投げていって、これもね、どうしようかな、受けられるんで受けちゃっていい気もするんですけどね。もう粘土に託していっていいと思いますね。うん。だけどまあ実際受けていって、で、あれですね、なんだ、なんだったっけ、驚かせで倒させてもらって、で、まあ最後ね、まあカラマネロなんですよ、出てくるのは。まあこれ分かってるので、マークの波動打っていって、まあこれ赤一発入れてしまったら、あとは粘土で持っていけるんじゃないかな。だけどね、まあこれ入れたら粘土投げていくって感じですかね。うんで、まあ多分イカ様が一番ダメージ取られるかな。ガラルヤドランは、あれですもんね。ぶん回してくるけど、タイプフィッチですもんね。まあ、タイプフィッチのこっちの方が痛そうなんで、まあ、シールドを2枚使っていって、で、あれですね、こっちは、ネスタを貯めながらね、倒していくって感じですかね。だけで、まあ、そのまま突っ込んでいって、で、相手がね、イカ様を打ってくるんですけれども、これは張っちゃっていいですね。まあ、さっき言ったように、多分、ぶん回すより、イカ様の方がね、ダメージ取られると思うので、まあ、張っていって、で、あれですね、ガラルヤドランが戻ってくるんですけれども、まあ、こいつはね、ネスタ一発でぶっ飛んでいくはずなんで、まあ、絶対張ってくるはずなんですよ。だけど、まあ、これでシールド剥がしていって、で、この後ね、もう一発ネスタが入るので、相手のカラマゼロはもう倒しきったのか。うん、じゃあこれはもう勝ちですね。だけど、まあ、ここでネスタ打っていって、とどめですかね。これどうだろうな、こっちぶん回す一発だったら耐えたんじゃないかな、おそらく。うん。まあ、でも、どちらにしろこれでぶっ飛ぶんで勝ちですね。うん。対戦ありがとうございました。今のは出し勝ちから、まあ割と順当にいけた方かな。うん、まあ3匹ともね、ガラルヤドランには強くて、で、まあネンドールがね、一番カラマゼロに戦えたんで、ネンドールを大事にしたって感じですかね。で、まあ次の対戦なんですが、相手がキリン匹ということで、これはね、対面的にね、まあこっちが不利ですよね。驚かすか効かない相手なんで、まあ不利は不利なんですけれども、まあでも、相手ペラポケモンなんで、サイコショックでも十分ダメージ取れるんですよね。で、おそらくこれサイコファングなんで、まあ、これ受けていって、で、サイコショックを打ったら、あれですかね、ネンドル投げていくって感じですかね。で、相手これ張ってくんのかな、受けてくんのかな、まあ、どっちでもいいんですけれども、まあ、受けてきてもおかしくないかな。うん、サイコショックってバレてるんで。で、まあ、実際受けてきて、で、こちらはね、なんだ、防御弾が引かれちゃったので、あれですね、ネンドル投げていって、うん、で、まあ、様子を見ていくんですけれども、先に着地してるんで、こっちが有利ですね。しかも私のネンドルね、15、15、15なんですよ。うん、なので、多分先制できるはずなんで、まあ、それでシールドを奪っていくって感じでいいんじゃないかな。うん、というわけで、やっていったんですけど、相手が張ってこなかったっすね。うん、まあ、それならいいか、こっちもこっちで受けていって、うん、で、まあ、裏で起点取っていくって感じでいいんじゃないかな。というわけで、相手がここでネスタ打ってきて、で、この後なんですけれども、シャドーボー打ってるのかな、ネスタ打つのかな、あ、ネスタ打ちましたね。で、これで相手が使ってくると思うんですよ。うん、まあ、これシールド剥がせれば、シールドアロー取れるんで、悪くないんじゃないですかね。だけど、ま、打っていって、あ、あれですね、受けてきましたね。じゃあ、あれか、起点作りに来るって感じか。あ、サーナイトル来るのね。うん。じゃあ、ここにはオーベンも投げていこうかな。チリのちょっと弱ってるんで、オーベンも投げていって、驚かしていけば、カラーがっつり削れますね。で、相手が、キリンを投げてきて、まあ、おそらくサイコファングをここで打ってくるので、うん。で、まあ、それシールド貼ったら、あれですね、チリン展開ですね。こっちの防御下がっちゃうんで、まあ、チリン投げていけば、普通に戦っていけると思います。まあ、チリンは別にキリン引きにやられちゃっても構わないんで、うん、まあ、投げていって、で、まあ、倒しきりましたね。うん。で、まあ、こうなってしまえば、あとは触らないと驚かしていって勝ちなんで、まあ、これはもう相手諦めるしかないんじゃないかな。この削り見たら諦めますよね。うん。大戦ありがとうございました。うん、このパーティーはね、ほとんどなんか使ってて隙がなかったですね。なんかどう転んでも勝てるというか、こっちがどうやってもなんか戦えやすかったっていうか、うん。まあ、大体いるのこのカラマネロとか、まあ、チリーンとか、まあ、ガラルギャロップとか、まあ、そこら辺じゃないですか。うん。で、まあ、あとネンドールとかね、まあ、いるんですけれども、まあ、そこら辺に全員まともに戦っていけるスペック持ってるんで、まあ、そこが強かったですね。特に、なんだろうな、あいつ、なんだったっけ。
レート、まあ、ギャロップとかネンドルあたりにはね、あの互角以上に戦えるポケモン3匹ともそうなって、うん、あのまあトップ3に入ってるその2匹を、まあ、詰めていけるってのは大きかったですね。でまあこのカラマネロも、まあ、これカラマネロが有利じゃないですか。でもあれなんですよね、あのなんだ、まあ、どこから起点作ったりとかシールラード取ってしまえば普通に戦えるんですよね。だけどまあここでオーベムを投げていって、で相手がね、技打ってくるんですけれども、まあ、これ食らうとやられてしまうんで、まあ、張っていって、これどうだったかな、驚かすだけで持っていったかな確か、うん、まあ、あとは驚かすだけで持っていかせてもらって裏のポケモンにガンガン技打っていくって感じですかね。でカラマネロが若干ゲージ貯めてるんですけれども、岩なられで落ちてくる範囲になってたかな、なので、まあ、もう、あれですかね。岩なられ打っていった感じですかね。うん。だけで、アクラハド打ちましたね。でもこれ岩なられでよかったよな。思ったより HP 少なかったっすね。うん。岩なられ落ちましたよ、これ。アクラハドよりも。うん。まあ、いいでしょう。で、これでシール流していって、で、相手が技打ってくるので、それはね、受けていこうかなと思います。で、まあ、それ受けたら、念ドールで起点作っていって倒していく感じになるんですけれども、まあ、これでゲージ吐くんで、あとは相手の裏次第なんですが、どうだろうな、何がいるかな。念ドールか。で、まあ、こっちさっき着地していて、で、さっき言ったように、こちらの念ドールね、15、15、15なんですよ。先制できるんですよね、基本的に。なので、あれですね、シャドボまで貯めて、まあ、熱さ打っていったら相手張らざるを得なくて、うん、まあ、これでシールを剥がしていって、で、あとは、あれですね、2発目に、シャドーボール打っていくって感じで OK ですね。まあ、これ攻撃弾引かれなければ、シャドーボールでぶっ飛ぶんじゃないかな。うん、というわけでね、相手がね、ここで熱さ打ってくるんですけれども、うん。まあ、これは引かれなかったですね、結果的に。で、まあ、先着地してるんで、まあ、技の回転一緒じゃないですか。で、こっちが一発分多く出ていて、しかも、個体値的にはこっちの方が多分有利だろうってことでね、まあ、これシャドウ打っていけば、当たるってことでね、まあ、打っていったんですけれども、まあ、ドンピシャでしたね。まあ、これで相手の粘土炉を倒していって、で、あとは戻ってきた絡まれるのに泥かけていって勝ちですね。うん、ライさんありがとうございました。うん、この3匹のね、並びが強い理由として、通常技ですね。通常技の削りがね、3匹とも優秀なんですよね。で、あとは、細かい技と、なんだろうな、強力な技をそれぞれ持っていて、うん。そこのね、組み合わせがすごく、ハマってるって感じがしますね。で、まあ、次の対戦、ネンドールなんですけれども、これ出しがちですね。で、相手が、ネッサ打ってくるんですけれども、まあ、一発は受けられるんで、まあ、受けていって、で、こっちは、シャドウボンバーで貯めて、あれかな、サイコショックっていった感じですかね。うん。で、これで相手が張ってくるか張ってこないかなんですけれども、張ってくるんじゃないから受けてくるのかな。どうするんだろう。うん。まあ、受けてきたら受けてきたら戦える気はするんですけれども、まあ、受けてきましたね。で、もう一発、サイコショックって言って、まあ、これでシールドワードか、タイミングってところに迫っていくんですけれども、まあ、ぶっちゃけどっち転んでも、こちらとしては結構美味しい展開になるのかなと思ってますね。この HP だったら。うん。で、まあ、あれですね。まあ、絡まれるいるんですよ。まあ、これ分かっていて、で、まあ、ここにはね、泥かけマン投げていくんですけれども、まあ、イカサマ一発食らえるじゃないですか。うん。ね、イカ様一発食らった上で二発目食らっていって、まあ、やられちゃうんですけど、その後、オーベムで起点作れるんで、まあ、オーベムにシールドを持たせておけば、裏のポケモンがね、馬だったりって、サーナイトだったりね、なんか、まあ、いるじゃないですか。まあ、戦えるんですよね。うん。だけど、ま、ここで大地打っていって、ネスタ打っていって、ここで攻撃弾来てたらさらに美味しいですよね。だけで、まあ、打っていったんですけれども、相手が張ってきて、シールラード取ったらもうあれです。しかも攻撃弾取れたんで、これはね、いい展開ですね。で、相手が、同発でしっかりとどめさせてくるんですけれども、まあ、この HP をね、なんだ、オーベムでチューチューしていって、チューチュー美味しくね、起点作らせてもらって、で、裏から出てきたポケモンに技打っていく感じ。うん、まあ、でも出てきたのは馬だったんで、まあ、これは7発打ったらとりあえずもう問答無用でシールを張ってしまえば、まあ、その後、あれですね、驚かすだけで持っていけるんで、まあ、これ張っていって、では、のしかかりでしょうね、おそらく。でも、ま、次ののしかかりも間に合わないんで、まあ、驚かすで倒させてもらって、で、戻ってきたカラマネロに、なられ打っていって勝ちですね。なられ2発でいいんじゃないかな。うん。だけど、ま、なられ打っていって、まあ、なられ弱体化したんですけれども、もう十分な HP ですよね。うん。まあ、さらにもう一発驚かすのダメージ与えられるんで、うん。で、ここでもう一発貯めたらなられ打っていって、これで勝ちかな。うん。まあ、シールラールもね、今取りましたし、うん。まあ、どちらにしろって感じだと思います。だけで、とどめですかね。対戦ありがとうございました。うん、このパーティーはね、使ってて本当ね、基本的にビタッとハマりましたね。なんだろうな、まずね、チリーンがね、何が来ても引く必要ないんですよ。
うん、全く引く必要なくて、うん、突っ込んでいっちゃっていいんですね。こんなカラマンゼロとかも出し負けてるんですけれども、まあ、こんなやつ起点にしてしまえばいいだけなんで、うん、あの引く必要がなくて、うん、でまあ素直にシャドーボールっていけば、まあ、ダメージ取れますし、うん、まあシルラ張ってきたら張ってきたでね、その後あのシルラで取ったネンドールで詰めていけるんで、うん、これあれね、出し負けなんですけれども、まあ、全然あれなんですよね、きつくないんですよね、うん、で、まあ、シャドーボールを打っていって、まあ、これで相手が張ってくるか張ってこないかなんですけれども、まあ、ぶっちゃけどっちでもいいですね。うん、まあ、さっき言ったように、まあ、大体受けてくるんですけど、どうだろうな、受けてくるのかな、相手。受けてきましたね。で、ここで相手がね、とどめさせてくるんですが、これ、美味しくないですか？起点としてめちゃくちゃ美味しいですよね。なんだ、驚かすが効かないカラーマネロをここで処理できれば、まあ、裏はね、この後、なんだ、ネンドル投げていっても戦えますし、オーブエムの戦えるんで、まあ、ネンドル投げていくとね、あの、一発分得もらえるんで、なるでも投げていって、で、まあ、出てきたポケモンがチリーンということでね、まあ、これも押されそうな気がするじゃないですか。でも大丈夫なんですよね。先着地してるんで、まあ、ここにネッサ打ってるんで、まあ、これダメージ取っていって、これで相手が張ってくるか張ってこないかなんですけれども、どうするんだろうな。まあ、張ってくるんじゃないかな。うん。まあ、張ってきますよね。で、まあ、攻撃ラン引けたんで、まあ、ここまでできてしまえばもう、美味しいですよね。で、あとは相手がシャドーボールを打ってくるか打ってこないかなんですけれども、これどうしたのかな、受けてったかな。うん。で、まあ、実際シャドーボール、あ、シャドーボールじゃない、サイコショックですね。で、サイコショック打ってきて、最後出てきたポケモンはネンドールということで、ここにはネッサ打ってったんですけども、これ張ってくれるんじゃないかな、ぶっちゃけ。まあ、なんならシャドーボール貯めてもよかったんですけど、これ多分張ってくれますね。うん。で、まあ、実際張ってくれて、もう張らせてしまえば、あとはオーブンに投げていって、まあ、勝ちかな。うん。まあ、赤のハードル落ちてくんで、こっちはシールド1枚使ってもいいですし、まあ、使わなくてもいいかな。まあ、でも使った方が無難かな。オーブンは柔らかいんで、この後、あれですね、なんだ、チリンとの驚かすの戦いで、あんまり HP 削られると持ってかれちゃうんでね。うん。だけど、ま、これ悪の波動を打っていって、まあ、これで相手の、ネンドールはぶっ飛ぶんで、あとは、戻ってきた、あれですね、チリンを処理していくって感じですかね。で、まあ、HP の差はこれだけあるじゃないですか。で、シールラル取ってるじゃないですか。で、岩のラルがこっちの方が早いってことは、相手諦めるしかないですね。大地さんありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。うん、まあ、こんな感じでね、このパーティーにめちゃくちゃ強かったんですよ。もう何が来ても、引く必要がないっていうのがね、強いですよね。うん、まあ、チリン同士の潰し合いだったら、まあ、潰し合いしていって、まあ、サイコショックとかでね、まあ、ひさぶりかけていって、シールラルを取るか、対面取っていって、で、まあ、その後はネンドール投げていって、まあ、シールラカと対面取っていって、で、最後、オーベムを投げていって、まあ、トレムを刺していくっていう。もうその流れだけをやっていれば勝てるんで、非常に戦いやすかったですね。ほとんど何も考える必要ないというか。でも、一週間もね、この、なんだ、リーグやってたら、大体相手の技のタイミング分かってくるじゃないですか。うん。まあ、それも踏まえてね、さ、最終的にこのパーティーはね、すごくやりやすかったですね。うん。といっても、私ね、エスパーカップぶっちゃけ3日間しか潜ってないんですよね。しかも25戦全部やってるわけじゃなくて、このパーティーも15戦しか回してなくて、まあ、それでもね、12勝できたんで、勝率8割ということで、うん。まあ、最初に使った時は3勝だったんですけど、1セット目ね。まあ、慣れてなかった。特にオーベムとかで使ったことなかったんで、慣れてなかったっていうのもあったんですが、まあ、2セット目で4勝して、まあ、3セット目で5勝、うん。で、まあ、5+4+3で12位なんで、非常に優秀なパーティーでしたね。もっと早くからこれ使ってればよかったなって、まあ、思ったんですけど、まあ、私はね、別に、のんびりやってるっていうか、まあ、YouTube のために動画やって、GBL をやってるみたいなもんなんで、なのでな、なんすか、あんまり勝ちにこだわってないんですけれども、でもこのパーティーはマジでめちゃくちゃ強かったんで、まだね、なんだ、切り替わりまで時間があるので、まあ、もしよかったらね、ほんと使っていただけたらと思いますね。本当に素直にそのまま突っ込んでいっていければ、大体勝てるパーティーなんで、うん。まあ、キリン歴だけちょっと重たいかなって感じはあるんですけど、うん。まあ、でもあいつはそんな多くないんでね、うん。なので、ま、そこはうまくやっていただけたらなと思います。はい。というわけでいかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったと思う方は、いいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、ポケモンの詳細に関しては記事にして概要欄貼っておきますので、そちら見ていただけると幸いです。では、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。